ゆっくり霊夢よ。ゆっくりマリサだぜ。マリサ、以前話した、身長190センチのおじいちゃんのこと覚えてる？覚えてるぜ。霊夢の会社のプロジェクトリーダーだろ。そうよ。その後、プロジェクトは大成功に終わり、おじいちゃんの株は急上昇。おじいちゃんの大出世が約束されたわ。霊夢よ。その人はオシムだ。違うわよ。オシムは、日本のサッカークラブで結果を残し、日本代表監督に上り詰めたんだ。今日はオシムの話をしたいのね。ああ、この前の話の続きだ。わかったわよ。マリサの息の根を止めない限り、サッカーの話からは逃れられない。今日は覚悟を決めました。聞かせてちょうだい。おう。というわけで今回は、2006年から2007年まで組織された日本代表、通称、オシムジャパンについて語っていくぜ。よろしく。まずは、オシムの経歴から簡単に紹介していくぜ。オッケーよ。イビチャ・オシムは1941年生まれ、旧ユーゴスラビア出身のプロサッカー監督。1978年に、指導者としてのキャリアをスタートさせ、1986年には、ユーゴスラビア代表監督に就任。1990年ワールドカップで、同国をベスト8に導いた。2003年には、日本のサッカークラブ、ジェフユナイテッド市原の監督に就任し、同クラブに史上初のタイトルをもたらす。2006年7月に日本代表監督に就任し、2007年11月まで日本を率いた。そのオシムが率いた代表だから、オシムジャパンなのね。そうだ。日本代表の呼称はいくつかあるが、代表監督の名前プラスジャパン、という呼び名が主流になっているな。なるほど。さて、ここからは、オシムジャパンの誕生について説明していくぜ。オッケーよ。まず、時は遡ること、2006年6月のワールドカップ。当時の日本代表は、史上最強のメンバーでその大会に挑み、世界の国々からフルボッコにされた。よえー、史上最強なのに、コテンパンに叩きのめされた日本代表は、一からの再建を迫られる。次の2010年ワールドカップまでには、チームを立て直し、結果を残さなくてはいけない。この任務を背負える監督として、白羽の矢が立ったのが、オシムだった。助けてオシム。オシムは当時、ジェフユナイテッド市原というクラブで結果を残し、J リーグを代表する名監督になっていた。よっしゃ、オシムあとは任せた。オシムの就任までには、一悶着あったものの、2006年7月に正式就任が決まる。きたー。続いて語るのは、オシムジャパンのコンセプトについてだ。コンセプト？まあ、オシムが目指した日本代表の形だな。どんな代表を目指したのかしら？オシムは就任時にこう言った。日本サッカーを日本化する。日本の日本化ってなんやねん。2002年ワールドカップと2006年ワールドカップは、共に外国人監督が指揮していたので、日本代表にはどうしても海外の血が入っていた。そりゃそうか。オシムも外国人監督だが、J リーグで常に日本サッカーと向き合っていたので、日本人に合ったサッカーを熟知していた。まあ、海外にかぶれなくても、日本人の良さを活かせば、十分に世界と渡り合っていける。そんなアイデアがあったんだ。なるほど。通常の外国人監督ならば、代表チームに外国人コーチを置くことが普通だが、オシムは外国人コーチを、一人も置かなかった。あくまで日本人の力で、日本サッカーを強くしようとしていたんだ。かっけー。で、日本人に合ったサッカーって何なのよ。以前に、オシムの回でも説明したが、考えて走るサッカーだな。日本人は、世界と比べると体格で劣っていた。だがその一方で、走り込む力、つまりスタミナは優れていたんだ。日本人は粘り強いのね。ああ、走る力は、日本の強力な武器だ。そして、オシムはそこに、考える力を植え付けようとした。考える力って？試合の展開を自分たちで読みながら、臨機応変にプレイするということだな。指示待ちはダメなのね。そうだ。練習中、オシムはいろいろと指示を飛ばすんだが、言われた通りやると、敵が飛んだ。どうしてよ。言われたことだけじゃなく、プラスアルファ、自分で考え自分で工夫しろ、ということを伝えたかったんだな。なるほど。オシムは、選手の判断力を養うために、とても複雑な練習メニューを課した。その複雑な練習は、ジェフで監督をしていた時代からやっていたが、日本代表では、練習メニューを理解できない選手が続出。その時招集されていたジェフの選手に教えてもらいながら、練習をこなすことになった。通訳必要やんけ。そうやってオシムは、総力と判断力を、日本代表に叩き込んでいくんだ。頑張れ、オシムジャパン。
さてお次は、オシムが改革した日本代表について、もう少し詳しく解説していくぜ。了解よ。2006年ワールドカップでの大敗を受け、オシムはある人材を代表に取り入れた。どんな人材よ。水を運ぶ人だ。そんなの運ばなくても、蛇口にホースをつければいいでしょ。そういう意味じゃないんだぜ。2006年ワールドカップの代表メンバーは、当時史上最強と謳われたが、非常にバランスが悪いチームとも言われたんだ。バランス？まあ、簡単に言うと、攻撃的な選手ばかりだったんだ。ほうほう。チームには、スター性のある攻撃的選手が多く、チームのために走り回ったり、激しくボールを奪いに行くという、泥臭いプレーをする選手が足りなかった。スターは泥臭いことしないもんね。そうだ。オシムは、献身的で、縁の下の力持ちになるような選手の重要性を認識していて、2006年の代表メンバーには、水を運ぶ人が少ないと指摘したんだ。チームのために汗をかく人のことを、水を運ぶ人って呼んだのね。ああ、オシムが日本代表を指揮したのは、全20試合。その全試合に先発出場した選手こそ、水を運ぶ一言、鈴木啓太だ。運び屋来たー。鈴木啓太は1981年生まれ、静岡県出身の元プロサッカー選手。ポジションはミッドフィルダーで、主に中盤での守備を担当した。彼は、泥臭くボールを奪いに行くプレーを得意とし、試合のバランスを見て、守備が手薄になったところを積極的にカバーしに行くなど、的確かつ献身的にチームを助けた。日本のスター選手を差し置いて、当時の代表の軸を担った、オシムジャパンにとっては欠かせない選手だった。オシムジャパンでは、縁の下の力持ちこそがスター選手なのね。その通りだ。そして、オシムが代表で重宝した人材はまだいる。次はどんな人材かしら。ポリバレントだ。ポリバケツター。ポリバレントだ。本来は、科学用語で鷹を意味するらしい。オシムはサッカーにおいて、複数のポジションをこなせる選手のことを、そう呼んでいた。ほうほう。オシムの考えて走るサッカーにとって、ポリバレントな選手は重要な存在なんだ。なんでよ。複数のポジションをこなせる選手なら、試合の状況に応じて、臨機応変に対応できる。常に人が動くオシムのサッカーでは、こういった選手は重宝された。なるほど。その選手の代表格が、阿部勇樹だ。誰よ。阿部勇樹は1981年生まれ、千葉県出身の現役プロサッカー選手。ポジションは主にミッドフィルダーで、中盤の守備を担当した。その阿部がポリバレントなの？そうだな。彼は中盤のポジションから、最終ラインのセンターやサイドなど、守備的な位置なら高いレベルでこなせる、ユーティリティプレイヤーだった。ほうほう。さらに阿部は、ジェフでオシムから直接指導を受けていた。いわゆる、オシムチルドレンの一人だった。チルドレンって、エヴァのパイロットやんけ。阿部は21歳の時、オシムからジェフのチームキャプテンに任命されるんだ。わずか21歳でキャプテン？ああ、阿部は豊かな才能を持ちながらも、おとなしい性格をしていて、どこかひ弱だった。それを見抜いたオシムは、彼をキャプテンに抜擢。阿部も最初は戸惑うものの、キャプテンの任務を全うしようと努力した。その結果、技術はもちろんのこと、精神的にも成長し、日本サッカー界を代表する選手になるんだ。オシムのおかげやんけ。ああ、水を運ぶ人とポリバレント。この二つを軸に、オシムジャパンは突き進み、2007年7月、アジアナンバーワンの国を決める大会、アジアカップに挑むことになるんだ。アジアと誰？続いて語るのは、アジアカップでの戦いについてだ。頼むわ。アジアカップは、基本的に4年に一度開催されており、2000年大会、2004年大会と続けて日本は優勝、つまり2連覇を達成していた。めちゃくちゃ強いですやん。日本は、アジアではトップクラスの国だからな。今大会は、アジアカップのレギュレーションの変更により、2007年の開催となったが、日本は3連覇をかけての戦いだった。重要な大会ね。そうだ。で、どうなったのよ。結果から言うと、日本はベスト4で終わった。3連覇ならずかい？残念ながらそうなんだが、もちろん収穫もあった。ほうほう。大会のハイライトは、準々決勝のオーストラリア戦だろう。この試合は激闘の末、PK 戦にまでもつれたが、日本の守護神である川口義勝が、2連続でセーブを見せ、日本が勝利を収めている。神口様ー。実は、2006年ワールドカップで、日本はオーストラリアにフルボッコにされており、今回、1年越しのリベンジに成功したんだ。よくやった。結果こそベスト4ではあったが、日本代表は徐々に力をつけてきており、確実に前進していた。いい感じじゃない？
2007年9月には、欧州遠征で、スイスを相手に打ち合いの末、4-3 で勝利。当時のスイスは、翌年に欧州選手権を控え、しっかりとメンバーを揃えてきていて、気合も十分だったんだ。そんなスイスを打ち取り、世界でも通用するサッカーが、おぼろげながら見え始めていた。ワクワクが止まらないわ。2006年の大敗の悪夢は消えつつあり、ファンもメディアも期待を膨らませていた。実際に、落ち込んでいた来場者数やテレビ視聴率は、上昇傾向にあったんだ。このまま行ったれ。そんな、上昇気流に乗ったオシムジャパンだったが、2007年11月、とんでもない事態が起こる。何よ。次に語るのは、オシムジャパンの終焉と、2010年ワールドカップについてだ。終焉、何があったのよ。2007年11月16日、オシムは千葉県内の自宅で、イングランドリーグの試合をテレビ観戦していた。勉強熱心ね。だが、その最中にオシムは倒れ、病院に緊急搬送されてしまう。何があったのよ。急性脳梗塞だった。オシムは危篤状態に陥り、集中治療室での治療が続いた。どうなっちゃうのよ。大丈夫だ。意識を取り戻すまでに10日以上かかったが、一命は取り留めた。よかったわ。だが、監督続行は不可能だった。まあ、命が助かっただけでよかったわ。そうだ。オシムは、発症から7ヶ月後に記者会見を行い、あちらの世界に行って、戻ってまいりました。と、おどけてみせるなど、しっかりと回復ぶりをアピール。マジで安心したわ。ちなみに、オシムの帰国を聞き、安倍は号泣し、自分を責めたという。安倍と病気は関係ないでしょ。安倍は、自分はアジアカップで全くいいプレーができず、結果負けた。そこから監督が、体調を少し崩されたと聞いていたので、自分にも責任はあるかと。と後に語っている。安倍、あんたは悪くないでしょ。オシムが病に倒れ、退任。その一連の出来事に、安倍は本当にショックを受けていた。恩師だもんね、辛すぎるわよ。さて、オシムの後任だが、1998年ワールドカップに日本代表を導いた、あの岡田武史が就任する。岡ちゃん来たー。岡田ジャパンは、オシムのチームを受け継いだとはいえ、当然ながら、オシムジャパンとは、また違うチームになっていくんだ。まあ、監督が違うから当たり前よね。オシムジャパンのメンバーが徐々に消えていく中、オシムイズムを引き継いだ安倍は、岡田ジャパンでも残り続ける。安倍、頑張れ。そして日本代表は、アジア予選を勝ち抜き、2010年ワールドカップ出場を決める。やったわ。だが、岡田ジャパンは、得点力不足や、守備の不安に悩まされ、このままでは世界とは戦えない、ワールドカップは大敗するだろう、という評判が立っていた。おいその悪い流れを、ギリギリまで断ち切ることができず、岡田監督は大なたを振るうことになる。どうなっちゃうのよ。大会直前、岡田監督は、それまでのスタメンを一新、得点力のあった本田圭佑をフォワード起用し、攻撃の軸に据える。ほうほう。そして守備の軸に指名されたのは、安倍だった。安倍来たー。それまで安倍は、岡田ジャパンでは、レギュラーに定着できていなかったが、大会直前でスタメンを奪うと、本番では、代表の守備を一気に安定させるんだ。安倍は、ワールドカップ全試合にスタメン出場、日本に勝利をもたらし、大会ベスト16入りに、貢献することになった。すげえ。目立つポジションではなかったが、安倍の活躍ぶりは凄まじく、当時、影の MVP と評されたんだ。まさに縁の下の力持ちね。そうだ、岡田ジャパンで、安倍がオシムイズムの体現者となり、ワールドカップベスト16進出という、大きな結果につなげたんだぜ。オシムジャパンがあったから、2010年ワールドカップの成功があるのね。ああ、というわけで、今日は以上だ。マリサ、私決めたわ。何をだぜ。うちの会社のおじいちゃんのイズムは、私がしっかり継承するわ。おう、応援するぜ。これからは、まんじゅう会の安倍と呼んでちょうだい。わかったぜ。聞くよろ、安倍よ。何よ、安倍には、これからもこのチャンネルの縁の下の力持ちとして、頑張ってほしいんだぜ。おう、安倍の今後の活躍を願って、今日はおしまいにするぜ。安倍よ、早く閉めるんだ。やっぱり霊夢に戻して。よかったら、チャンネル登録、高評価をお願いするんだぜ。それでは、ご視聴ありがとうございました。